トラジだカルビヘイトラギー長カルビ店テイチ、いや、今回ですね、はい、ご報告というか、はい、そう、真剣な話なんですよ。だから、そんまちょっと変顔やめて。変顔してねえわ。顔もぎ取ったろうな。え、お前どうした、どうしたなんで俺ブスだからもぎ取られておかしいんだろ。担当直に言うと、はい、今月の目標があるじゃないですか。はい、10月末までの目標、はい、これがチャンネル登録者数が61万人を目指してるんですよ。そうですね。で、達成しません。このペースだと相当きついもんね、はいはい、そうで、うん、本来であれば、うん、今日ですね、撮ってる段階17日なんですけど、はい、ここまでに1万2000人ぐらい増えてないと達成難しかったんです。うん、で、今何人伸びてるかというと、はい、6200人なんです。うわ、やば。お、すげえ、たくさんありがとうございます。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 そういうことじゃないんだよ。5800人ビハインドなんです。もちろん、ね、ビハインド、日本語の方が難しいと思ってるから。いや、結構日本語喋ってる。結構なんて言ったらいい、なんて言ったらいい、そのビハインド5800人いわゆるその足りてないんです。足りてないね、はい、じゃあそこを残りですよ。あと8800人増やすだけです。はい、残り13日 で、あと8800人伸ばすためにどうするか考えたんだよね。はい、はい、どうするか言ってください。せーの、毎日投稿します。10月末まで毎日投稿します。はい、これは相当なことですよ。やっぱ僕ら昔も投稿してたんですけど、はいはいはい、その昔3分とかだったから1本投稿、うんうん、確かに5分とか、はい、それが10分20分だと毎日投稿となると、いやー、もう楽しみですね。いや、もうそれでもやっぱやると言ったことをやると、そのためには何でもやると。そうですね。その話し合いをよくいろいろやったじゃないですか。どうしようか、はい、紹介って達成しなかったらそのまま引退するみたいな案も出ましたよ。そうそうそう、引退は違うと思う、うん、でそんなピリついた空気の中出た影響としては、壁本の調子が悪くなった。ちょっとね、なんか頭のネジが2、3個ちょっとどっか置いてたよ。二度と見つかることがないネジ、はい、ちょっと探しに行きます。ネジ探しに行く。ネジを探しに行きます。ネジ探しに行きますって、こっち見てたけど、お前ネジ探しの旅出るんか。みんなが毎日とこ頑張るんで、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当そうです。だからこのきっかけにですね、はい、どうしてもチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。もし今アカウントを持ってないよという方は、うん、アカウントを作ってチャンネル登録してほしいわけです。アカウントの作り方ってみんなわかりますか、本当に。ね、そうだね、はい、だからアカウントの作り方をまとめてですね、うん、URL でこの概要欄貼りましょう。そうですね。あの下に貼ってあるんで、そう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 、見ていただいてもらって。すごい、なんか、うん、販売サイトみたいな。そうですね。何が販売するっていう。全然難しいことじゃないんですよ。お金とかも本当ゼロなんで。俺は知ってますよ、はい、データで出てますから、アナルティクスで。アナルティクス。お前アナルピクルス。アナルピクルス俺がやったやつ。俺が5本入ったやつ。血出てましたね。血出てた。肛門から3本出てました。最後の1個が出ない、どうしよう、平気よとか言って。ちょっと汚い話やめて、はい、あんたから言ったんや。本当にこれって僕らって新しいチャレンジしてるわけです、うん、その1回解散して、うん、もう1回100万人達成するっていうのを、うん、ほとんどいないと。本当に100万人いったらすごいことだと思うの、正直、うん、もう天才もうだと思うのよ、うん、俺が100万いったらね、どうした、この近さでどうした。いや、なんか自分のことすごい上げるんで。いや、もう上げとけ上げとけ。いや、でも本当に俺は相馬さん天才だと思うし、まあ、日本で一番 YouTuber で面白いやつは相馬トランジスタですから、マジで。これで下がったらどうする。下がる可能性あるよそれ。いや、でもそのぐらいのいわゆる十字架を背負いましょうよ。で、別にいいじゃん、俺が言ってんだから。まあそうね、2人が言う分にはね。そうそうそう、まあ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 って言っとかなきゃいけないところ、自分でね、天才って言っちゃったから、もうこれはもう引き戻せない。これカットできる。いや、でも、カジサクさんからね、うん、この前の動画でありましたけど、うん、あなたは実力あると。能力高いね。能力高いね。俺、めっちゃ見てるから。あれ、めっちゃ見直してるから。あなたは能力が高いっていうのを言われてるから、うん、その期待値は多分、視聴者も高いと思うんですよ。ヘギョなんて言われたんだっけ、天才だから。あー。カルビなんて言われたんだっけ、分析能力ある。あー。あれ、カルビ、マルチ情報のやつしか見えねえよって言われて。いや、それお前、アンチコメントのやつ。自分でもそう思うよな。もちろん見てくれる人は多いじゃないですか、はい、正直再生回数も最近調子良くて嬉しいんですけど、やっぱ思ってるほど登録者数って本当嬉しいんですよ。みんなが思ってるよりも本当にモチベーションになるというか、はい、僕らの夢なんですよ、100万人っていうのが。どうしても行きたいんです。そう、それはマジでお願いします。お願いします。本当に俺やっぱ自分で調べたんですけど、うん、もう10年目になってました。あ、おお。バカ侍のチャンネルの解説を見たら、いつだったの、9月のもう忘れちゃった23とかその辺だった。2011年。あ、12年。12年だから10周年目か、今年で10年目になってたんで、うん、でも俺もうリアルに考えて、まあ社会に貢献できることって言ったら、うん、今までもう YouTube しかしてこなかったし、うん、俺はもう YouTube で生きるしかないんだなと思ってるし、うん、この YouTube でやっぱこう行きたいんです。輝きたいよな。はい、生きてる限り、俺が生きてる限りは。そうだな。だから皆さんもっと
応援をよろしくお願いします。俺はやっぱカルビは来てくれて、エキトラハウスやってた時にやっぱ1回100万人も行ったわけだし、はいはい、うん、すごいこう伸びてたりはしたわけよ。だからそういう時にやっぱそのカルビにも味わわせたい。何見てんだお前株価見てたわこいつ、ここに来た以上はね、カルビにも100万人行った時の感動ってやっぱ忘れられないし、うんうん、忘れられない、あれを味わわせたいですよね、うん、俺らのためにここまでやってくれたわけだし、うん、あ、何神様ってんじゃんボケいや神触ってんじゃねえよボケめちゃめちゃ不安そうだった目でこれいつのタイミングできますって言うなお前じゃあ最後リーダー、はい、はい、一言ということで、いいこと言って終わってください。いいこと言ってって言うの、いいこと言ってね。まあでも本当にそう、まあ本当もう10年目だから、うんうんうん、いや、いいことは言いますよ、はい、やっぱりね頑張ってやっていきたいと思うんでよろしくお願いします、はい、じゃあそうまあ、はい、お願いします、はい、無理だろもう無理だよもうこんなバーラされたらあとお前ずっと今日手握ってんだでも本当にすみませんこんなふざけてますけど、はい、いやふざけてないんですけど、はい、ここから毎日投稿していきますから、はい、10月末まで、はい、しっかりこのやるってことやりますんでよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、こんな、いやもうちょい長めに何かいいこと言わないと、いいこと、もういいってもう照れくさがらない、言わないと、ずっと言おうとしてたよ2人も結構言ってくれたんですけど、うん、まあ僕もね、うん、ちょっと出てこないわということで今日から死ぬ気でね毎日投稿していくんで、今月も今日61万人達成までチャンネル登録とコメント高評価積極的転載をよろしくお願いしますということで、みんな明日も会いましょう。バイバーイ。テキオ、大下、ダルビ、ヤマト、ミドル以上、完成。はい、わあ。シャンパン10本飲めるまで帰れません。今からポニーに会いに行きます。怖いですねちょっとやばいってやばいってマジでマジイカれてんじゃん。やべえってマジで何やったんだよ俺。ゴービルレッドキャーなあ帰ってきたー来た成功だだ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 だくそカルビに1日ジンタンプレゼント。あーめっちゃ出てるめっちゃ出てる。あよし、よっしゃ、これもう行くでしょ。61万人。オフすごいな。すごいな、オフ。やばい。不安になるわ、このチーム。